はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。今日は金曜日なのでサングラスをかけて皆さんにお届けしたいというふうに思っております。はい、金曜日はね、Excel のことをやるっていうふうにちょっと申し上げたんですけど、今日はアクセスのことをやりたいと思います。なんか別に動画のね、趣旨を逸脱してるわけじゃないんですけど、なんか比較的金曜日って自分のことやっていこうかなとかともちょっと思ったりなんかしますね。ハードディスクのね、データも復旧もうまくできて、そういったことを知りたい方とかもしいらっしゃったら、パソコンのくくりで、大きなくくりでパソコンということで、ちょっとやっていきたいなというふうに思っておりますがね、いかがなんでしょうか。はい、いいです。で、今日はですね、今日のお題はこれ、これをします。何をしたいかっていうと、皆さん、アクセスあるあるでですね、入力フォームにせっかくバーッと入力してったはいいけど、いざ登録をかけた時に、その主キーが重複したいからために登録ができないっていうことって僕はあると思うんですよね。はい、ないですか？あるんですよ。あります。とかね。あと、そこに数字を入れたときに、これもちょっとご紹介したんですけど、前の動画で、桁数が違って入れちゃう人がよくいる。要は例えば携帯電話って11桁なんだけど12桁13桁で入れちゃうとか、家電を入れちゃってね、家電って確か10桁ですよね、10桁なので、携帯電話入れてるのにね、10桁の家電が入ってて、後でチクショーと思いながら自分で一人でテーブルをね、こうね、直すだなんていう、こういった手間を省くものを一つ、入力規制ということですね、ちょっとやっていきたいと思いますので、しばしお付き合いのほどをよろしくお願いいたします。はい、それではパソコンの画面に行きたいと思います。あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあ行きます。はい。じゃあこれまたね、僕のホームページのところに載って、ダウンロードできるようになっておりますので、皆さんちょっと持っていっていただければなというふうに思います。はい、中には、このように、アクセスの、サンプルファイル、それからコード解説というふうに出てます。はい、アクセスを開きますと、MT 商品、MT 不便商品、それから F 商品、それから F 不便商品というふうになってます。はい、では、アクセスのあるあるやっていきたいというふうに思います。はい、0001、はい、リンゴ、はい、新しいデータベースを作ろうと思って登録しようとすると、こんなエラーが出てきます。はい、こんなエラーが出てくると、アクセスを知らない人はもうビビっちゃってどうしようもないですね。すいません、井川さん、こんなエラーが出たんですけどって、はい、はいとかと思いながら言うんですけどね。で、なんか私デバッグをしちゃったんですけどって、こんな画面が出てきましたみたいなね。はい、はいとかって、もうバカ野郎みたいな感じで、ちょっとビートたけしさん入れてみましたけど、まあいいでしょう。はい。ということで、こういう画面が出てきたら、じゃあどないすんのというふうになっちゃいますね。とか、こういう場合っていうのは、主キーがね、重複してるんで勘弁してくれっていうふうにただ言ってるだけなので、驚くほどのことでもないんですけど、こういったエラーを なるべく出さずにしたいというふうに、したいというふうに思います。じゃあ、いきますね。この MT、F 商品というふうに入れて、ここに、001というふうに入れると、入力された商品コードはすでに使われています。他の値を再入力してくださいというふうになります。あ、俺は間違えたんだなと思って、じゃあ、0を1個増やしたらどうなのかっていうと、商品コードは4桁だ、手打ちをするんじゃねえ、バカ野郎みたいな、もう一回ビートたけしで出ましたけど。面白くないですか。はい、まあいいですわね。ということで、やっていきたいというふうに思いますけど。はい、ということで、これは、どういうコードを仕込んでるのかというと、デザインビューをして、ここのね、商品コードのところを F4 で押してください。そうすると、更新前処理っていうところに、コードを仕込んでます。いつも僕が大体紹介するのは、アフターアップデート、更新後処理なんですけど、今回は更新前処理に行きます。要は、登録をかける前に、エラーって気づかせてあげたいっていうような時によくここの更新前処理を使いますので、覚えておきましょう。じゃあ、パワポの方に行きます。はい、スライドショーでいきたいと思います。はい、これが4桁は手打ちをするんじゃないっていうコードですね。if len、len っていうのは文字のな、文字数ですね。の商品コードが0以上でかつ4以外の時、つまり、商品コードは0よりも大きく、そして4以外はダメなんですよ。だから4なんですね。
商品コードが0以上でかつ4の時、メッセージボックスに、商品コードは4桁で手打ちをするんじゃないというふうにメッセージを出します。そして、ここのところにね、キャンセルトゥルーっていうのはそのあなたが入れた文字をキャンセルしてもいいですか、いいよっていう感じでね、これも吉本知ってる方は笑えると思うんですけど、いいよ、キャンセルしていいよっていう風になってます。で、Exit Sub、条件から抜けなさい、End If っていう風になってますね。ここでもちょっと難しいのは、4以外の時っていうのをね、4桁だっていうんだったら、そのままイコール4にすりゃいいじゃねえかっていうこと、これ多分 VBA の独特の書き回しなんでしょうかね。はい。じゃあ次いきます。これが、主キーの重複判定するコードです。これは with statement を使ってますね。if is null カッコドットっていう風になってますけど、ここにドットの前に、本来だったら me 商品コードって入るんですけど、with statement でくくることによって me 商品コードを、省略してます。商品コードが、これね、独特の書き回しなんでしょうけど、オールドバリューっていう新しいものをちょっと使わなきゃならないんですけど、うまく説明できないんですが、自分でシックハックしてこんな風に考えました。もし商品コードがヌルまたは、データが商品コードが、変更されてない時って、なんか中学校のね、年老いた英語の先生が訳したような感じになってしまいましたね。というところのものは何ですかみたいな感じでね、なったんですけど、ちょっとこれ丸暗記した方がいいかもしれないですね。要は商品コードが、何もなかったりとか、何もなかったりとか変更されていなかったらみたいなちょっと感じなんですけど、ちょっとここうまく説明できないですね。まあ、次は説明でできます。入力したものに関して商品コードをカウントしてっていう風に書いてるんですね。商品コードってどこにあるのっていうと MT 商品の中にありますよ。で、その商品コードをカウントして、その商品コードが、0以上の時なので、0以上なので1が入っちゃうと、この不等号っていうのはイコールが入っていないので、1以上は弾いてくれるんですよ。わかりますかね。小学校とか高校の時に、高校じゃないか、小学校とか中学校の時にやったと思います。で、MT 商品から今入力された商品コードをカウントして、その商品コードが0以上の時は、入力された、商品コードはすでに使われていますというふうに表示をしなさいと。で、他の値を入れてね。キャンセルしていいの？いいよっていうふうになってます。で、エンドイフ、エンドイフ、エンドイビズというふうにして、これがくくっていますということですね。はい。なんかね、自分でこう視線も作ったはいいけど、僕も作った時になんですが、まあ入力漏れがあったり、自分の意図してないものが入ってたりすると、まあ、非常に腹立たしいので、ね、いちいちなんかね、これ入力してるものが違うようだなんて言うとね、まるでこっちが悪いみたいな感じで言われる時もありますんでね、そういったことがないように。しかもこういったことであらかじめちょっと小技を使っておくと、データベースの入力漏れとかがなくなるので非常に便利だというふうに思います。はい、では今日はちょっとパソコンの画面はここまでにしたいというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうかね。こういったことも最強の検索フォームを作ることによって、まあ、今紹介してこれからちょっと、何回かシリーズものにあると思うんですけど、こういったものを皆さんにご紹介して、入力漏れのない、完璧なデータベースが作れるようにということでご紹介をしていきたいというふうに思っております。はい、では、次回は、来週の火曜日に、最強の検索フォームの作り方パート2でお会いいたしましょう。この時は、素顔のままで行きたいというふうに思っております。はい、それではご視聴ありがとうございました。そうですね、質問等ございましたらどんな些細なことでも構わないので、どんどんコメントください。私結構意外に皆さんに早くコメントを返しているつもりなので、なんかね、こいつやることねえんじゃねえかと思う人もいるかもしれませんが、実際にやることはあまりやってないので、どうぞ、どしどし、絡んでいただければというふうに思います。はい、それでは今日はこの辺で失礼したいというふうに思います。さようなら。